それからもう一点すみません、本日ご登壇予定の、志田様もしいらっしゃいましたら、受付の方にお越しいただきますようよろしくお願いいたします。では午後のセッションを始めてまいります。午後1番は道後環境技術研究所の、岩崎さんによる困った時のオープンジャンプというタイトルで、講演を20分間の、発表になります。じゃあマイクは、申し訳ございません。お騒がせいたしました。本日彼女の誕生日なので、父の晴れ姿を見せたいと思ってきたんですけれども、とてもじゃないけれども、見るような状況ではございませんでした。ということで、メッセージの財団の、岩崎と申します。本日、困った時のオープンジャンプということで、特にすごく発表というわけじゃないんですけど、このソフトもあるよということは皆さんにご紹介できればいいかなと思ってお話しさせていただきます。で、話の流れは大体こんな感じですということで、オープンジャンプってそもそも何よっていう、あまりご存じない方もいらっしゃると思うので、そのオープンジャンプって何よっていう話をして、で困った時のオープンジャンプの、梅、竹、松、特上まで、メニューをご用意する予定でした。すみません、特上間に合わせでしたということで、空間に基づく属性の結合と、あとメッシュデータのリゾルブ、あとそれから、鯖江市が公開しています2500分の1の、DM データにほぼ近いものなんですけど、あれから土地用のポリゴンを作るみたいなことをやってみたので、それについてご紹介したいと思います。ということで、コスモ G というと、もう、随分ここにいらっしゃる皆さんもよくご存知かと思います。で、やはり、デスクトップの、コスモ G といえば、東の横綱、としてやはりグラス GIS が、長年の開発の歴史があります。これが、ロート32歳ということで、新しいバージョンの 7K というのが先日リリースされました。で、西の横綱、そうですね、コスモ G の裾野を広げるという意味では一番やはり、最近頑張っているというか貢献がすごい大きいのはやはり休日だと思います。で、デスクトップ GIS で、コスモ G といえばやはり休日というか、コスモ G といえば休日みたいな感じで、代名詞みたいなところにもなってきました。で、プラグインによる多彩な機能の拡張というのがやはり特徴かと思います。で、その下に、ウェブ系じゃなくてデスクトップ系でというふうに、大関小結びクラスみたいなことを書いたんですけど、GVSIG だとか UDIG、UDIG の U、コタコ文字ですね。で、この D が大事です、すみません。とか、Windows 上で開発するんだ、それとかの Mac Windows とかっていうのがあるんですけど、その中で、今回ご紹介したこちらの OpenJump という、このカンガルーさんの上に OpenJump みたいな感じのアイコンになっています。ね、プラットフォームとしてはですね、Java 上で動く、アプリケーションになります。ということで、Java が動けば何でも動くので、当然マルチプラットフォームといいます。で、開発はそれなりに昔からされておりまして、もともとは Jump というオープンソースではないプロジェクトとして開発されていたもようです。で、これが最初のリリースが2002年ということで、大体13年ということですね。で、現状は、オープンソースに移行しまして、現バージョンは 1.8 となっています。ただ私もポチポチとしか使ってないので、もしかするとこの辺の情報を間違えているかもしれないので、違うぞという時はちょっと突っ込みを入れてください。で、国際が対応済み、I18N に、対応しているんですけど、日本語の翻訳はされているんですが、全体でもない、完全に全部終わってるわけでもないですし、ちょっと日本語の翻訳自体も今一つかなというところがあったりします。で、何はともあれ、どこが特徴かというとですね、やはりこのベクターデータに強いというのが、このオープンジャンプの特徴かと思います。というか、私はもう本当にベクターデータの処理をやらせるときによく使います。
で、あの所中の処理なんかもプラグインがあってかなりちゃんとしたことができるということになります。で、Google グループの中でユーザーグループが動いているということになっていますね。で、こちらあのウェブページになっているとオープンチャット、まあ、こんな感じのものになっております。さて、QGIS を使っていろいろな仕事を私もやってるんですけど、 QGIS を使っているとはっと困ったことが結構遭遇します。で、こちらの例ですね、ポリゴンデータ、あのポイントデータとグリッドデータの、特性を結合したいと。実は私研究でですね、あの迅速速図という明治時代の地図から、土地利用 のデータをですね、点データとして入力しているというものを今やっています。で、これが、オープンジャンプの上で表示したものが、まあ、ちょっとこんな感じで遅いんですけれども、今入力が済んでいるのが130万点ぐらいになります。で、昨今のビッグデータと言われている世界の中では別に130万ってそんなビッグデータということでもないよねみたいな感じだと思うんですけれども、まあ、そのぐらいのデータと、あと今、ここにですね、後ろに出しているのがあの国土数値情報の、細分メッシュ、いわゆるあの10分の1細分メッシュというやつで、だいたい100メートルぐらいのグリッドで、まあ、土地利用データが入っているという情報になっています。で、これを、結合させてあげてですね、この迅速速図の点データの方に今の土地利用のデータを、まあ、読み込ませてあげたいということをやろうと思いました。で、休日の上にもですね、こういうペッてやるとあの空間属性、場所で属性を結合するというメニューがあります。で、これを使ってよしやるぞと思って走らせるんですけれども、まあ、応答なしと 15% ぐらいで止まって一晩待っても答えが返ってこないというような形で、うん、どうしようというふうになって、じゃあそこでオープンダークやってみようかなというふうなお話になるんです。あの実際あの試してみたかったらデータ差し上げますので、あの同じデータを使ってやられてみていただいても構いません。で、ちなみにそのオープンジャンプでやるとどのぐらいの時間で終わるのかといいますとですね、どこだっけ、分析で、なんかジオメトリーの空間結合ということで、ちょっとこのあれがおかしいような気がするんですけれども、これで対象レイヤー A、ノートレイヤー B で関係を、これ交差するにやってあげて、よし、OK。で、ぎゅーっと計算してあげて、おぉ、はい、できました。休日でやってると一晩かかってもできないのが、実は本当に今ここでデモンストレーションをしたりする間にこんな風にできてしまうという感じで、なんでこんなにスピードが違うんだろうかというふうに思ってしまうぐらい速度が違います。で、実際見ていただくと分かるように、このフィールド ID の、A っていうのが、国土数値情報の方のデータで、B というの方が、私の方で、そうですね、作っているその迅速速度の土地利用のデータということで、ちゃんとこういうふうに属性をくっついていると。いうことになります。大体そのちゃんと準備をすればよかったんですけど、まあ、ただ実際、こんな10秒とかからず、こういう結論が出てしまうということで、あの空間結合とかもしやろうとして休日でなんかこう回しても全然終わんないぞみたいなことで、なおかつ多分ポスジスかなんかを使えばもうちょっとスーッといけるんじゃないのかなと思うんですけど、なんかちょっとポスジスまでは私うまくできないよみたいな方もしいらっしゃったら、なんかあのオープンチャットを使うといいんじゃないのかなというふうに思ったりします。で、これがあの一番簡単便利なことその1みたいな感じで、便利なことその2、ディズルブの結果がおかしいという、GIS の分析の中でこのディズルブという分析方法があるのは皆さんご存知かと思います。その属性が同じところの境界をなくしてしまって、ポリゴンにまとめてくれるという機能になっています。で、これもですね、複数値情報の、これは河川の流域解のデータなんですけれども、流域解をディズルブするんですね。そうするとあの本当はここの今実際にその100メートルグリッドのものをディズルブするんで、本当はこの辺のシコピーグリッドの線なんかもなくなっててほしいんですけれども、実はこれなくならないでこのまま、いわゆる3次メッシュぐらいのサイズで残ってしまうという、これ休日で走らせると、これが大体 また一晩ぐらいかけないとできないという、これもなんか遅いなというところで問題もあるんですけれども、実際にこういうふうにディズルブの結果もこうシコピーになってしまうと。で、ちょっとこれだと、流域の境がどこだよみたいなことを見たいときにちょっと見づらい感じになっているので、
できればこの四角の線がなくなるといいなというふうなことを思って、じゃあオープンジャンプでどうにかできないかなと思ってオープンジャンプを引きずり出してきて試してみました。はい、で実際、どういうふうな手順でやるかというと、まずアジャストポリゴンバウンダリーというのがありまして、ポリゴンとポリゴンの間にちっちゃな、スペースがあった場合にはそれをくっつけるという機能がありまして、まあ、こんな感じで、やってあげます。で、ただしここのディスタンストロネンス、まあ、どのぐらいの範囲のものをくっつけるかというところサーチするかというところを指定するところがあるんですけども、これが、大きな値になると結構時間がかかってしまうという問題がありますので、ちょっとそこはご注意くださいということになります。で、実際にやってみるとこんな風にできるんですけれども、ちょっと時間があるかな。で、これが元々のデータになってまして、このツールの、ビューブボディじゃないや、プラグインの、トポロジーというところがありますので、ここでアジャストポリゴンバウンダリーズというのをこうやってあります。で、このトラネンスのところを、0.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 
っちぐらいで、よいしょっていうふうにやって、あ、全角になっててダメだと言いましたという感じで、これで今処理が終わって、そのこう離れているポリゴンをあのくっつけてあげたという処理を、してくれることになります。でこれ、いいところがですね、この元のファイルと実際にこうこれをやってみるとですね、あの実際どの辺のバウンダリーがちゃんとこうあの動かしたかというのが、このクオリティアセスメントというレイヤーで結果が出てきて、こんな風なところが動いてますよという結果が出てきてくれます。で、でさらにこれに関してこの後に、ディゾルブをしてあげるというふうになると、あの先ほどのこのいらない四角の点がきれいにじゃないですね。で実はちょっとやってみるとですね、こういうところにあの十字のところに行くとポツポツポツと、ゴミが残ってしまっちゃってるんですけれども、まあ実質これを要するに、流域界を背景にしてなんか評価をしたりとか、見ながら作業するというには、まあ、困らない程度には、まあ、出てくれるということで、結構便利に使っております。でこれをちゃんときれいに消すためには、ちょっとどこをどういうふうにいじればいいのかなというのが、ちょっとまた今後の課題としたいと思っております。で、最後の、サバイのオープンデータなんとかしたいということで、本業の方の仕事がですね、農水関係の研究機関によるものですから、何のかんのといってその土地利用のデータ、あの田んぼがどこにあるかとか畑がどこにあるかというデータを作りたいなと思うことが多々あります。で、そういったときに、最近ですと、まあ、オープンデータということでいろんなところがデータ出してきているんですけれども、堺市の方から2500分の1の都市計画図、国土基本図のデータがこういうふうにして最近出てくるようになりました。で、ところがですね、これ結構扱いづらいデータだったりします。で、その一例として挙げているのがこの例なんですけれども、実はこれ、2つファイル、ラインの2500-1というとラインの2500-2というのの2つのファイルを重ねて表示しています。で、1、2というから別々のオーバーラップしてないんだろうなと思って、開いてみると、実はこのほとんど半分以上データがオーバーラップしていると。でここがこの灰色のところとこの上の方にもちょっとあるんですけど、この2箇所がこういうふうにオーバーラップしていて、このオーバーラップしているデータなどがクリーンアップして、ポリゴン化していきたいと思ったんですけれども、休日でこれをやろうとすると、まずオーバーラップをしている領域を、重ね合わせて抽出して、それを編集で消してみたいなことをやはりやろうとするんですね。でところがそもそもこの重ね合わさっている部分を抽出しろっていうプログラムを流したところで、また一晩経っても終わらないという悲しい状態になってしまって、どうにかならないかなということで、オープンジャックに手を出しました。で、オープンジャックでどういうふうにするかというとですね、
あともう一つ、休日にですね、ジオメトリーツールのラインをポリゴンにするという機能があります。で、まあ、こんな感じの、データですから、きっとラインをポリゴンにすると、ちゃんとこういう畑だったら、僕のこういうポリゴンができてくれるんだろうなと期待して、プログラムを発射するとな、こんな感じのポリゴンになってしまいます。で、これはある意味実は正しくって、ここが1個の線になっている。例えばここですと、ここからこうやってここに来るところまでが1個の線で、でその後この線をポリゴンにしようとすると、ここの終点から始点までに向かって自動的に線を入れて、ポリゴンを作るということなので、アルゴリズム的には大変正しいんですけれども、私が欲しいのはこれじゃないと。この四角が欲しいんだ、ここの四角が欲しいんだということで、なんとかしようとするんですけど、休日の上の機能だと結構そういうことができないという感じで、困ったなというところでオープンジャンプに手をつけてみました。で、まずオープンジャンプでどういうふうにするかというとですね、まず一番最初にこの2枚重なっているデータ、重複しているラインがあるんですけど、そのラインを消したいというところがありまして、それをするにはですね、実はそのままズバリの、重複するジオメトリの削除というコマンドがあります。なので、このラインの、1、2というのを、1個にマージしてあげて、その上で、重複するジオメトリを削除でやってあげれば、それだけでできてしまうという感じです。もう、ちょっと流れてますが、ボスボジで超簡単っていう歌があるんですけど、もう本当にオープンジャンプで超簡単と歌いたくなるような気分でした。これを発見したときには。で、次に、閉じりを作る以外に不必要なデータというのも2500分の1の、都市圏のコード基本図の中に入ってますので、それをなんとか削除したいということで、この抽出というメニューの中の属性によるレイヤーの抽出というのがあるので、その、地物、このラインの種類によってこういうふうに番号が決まってますので、それに基づいてレイヤーを、バラバラに1回してあげます。で、そのバラバラにしたレイヤーの中から必要なものだけ、抽出してきて、さらにそれを1個にマージして、こちらの編集の、ジオメトリーの変換のポリゴン化というところがあるので、ここでポリゴン化をかけるということになります。で、よし、できたぞとかいうふうに思っていて、できた結果はこういうふうな形で出てきます。で、一番最初さっき言ったような、この辺からこっちピーと飛んだりするような斜めの線はなくなって、大変きれいにできたかなと思って見てたんですけど、実はよく見るとですね、ここに旧クオリティアセスメントのレイヤーとしてこのダングルというのがあります。で、このダングルって何かというと、実は線としてはある線で、他にどこにも結合していない線が赤で表示されているんですね。で、ということは見ていただくと分かるように、こういう、この辺大体田んぼなんですけど、この田んぼ一角、実は全部線として、ポリゴンとしては分割されていないという状態になります。要するに、例えば、ここはちゃんときれいでポリゴンになってるんですけど、この間は全然ポリゴンになってない。で、このダングルを消してみると、こんな風になっていて、ちょっとこれ一枚の畑って言ったら田んぼというには、難しすぎるかなという感じになっています。じゃあこれどういうふうにするかというとですね、やはりこの中にちょっと便利な機能がありまして、ネットワークトポロジークリーニングという、ツールが入っています。で、まあ、どんなことをやってくれるかというのを見ていただくと分かるんですけど、まあ、要するにこういうふうにノードがマッチしていないところをマッチさせるとか、短くなっているところを長くするとか、オーバーシュートしているところをこういうふうに切ってくれるとか、まあ、そういったような、ネットワークの、データの、編集をしてくれるというプラグインがありますので、それをトポロジーのネットワークトポロジークリーニングから選んで、まあ、こんな感じに出てくるので、それをピッと実行してあげるとどうなるかというと、その結果がこちらになります。で、実際そのプログラムを走らした後に具体的に、要するにこの線がここにくっついたとかっていう、実際に行ってくれたところまでこういうふうに図としてちゃんと出してくれるので、これを見ると、ちゃんとこの辺の線がちゃんとこういう田んぼのところについてたなということを、視覚的にちゃんと確認することができます。で、このままポリゴン化でいくのかと思えば、実はそこまでやはり甘くなく、その間、次にノーダーということで、まあ、線が交差しているところにノードを入れてあげて、線をちゃんとこう分割してあげるという処理をしてあげます。で、ノーダーの設定がちょっと私もよくまだやりこなしてないんですけど、一応この設定で、動かしてあげました。
そうすると、先ほどのこういうピット線が出てたところに、もともとここにノードがなかったところに新しくちゃんとノードが入ってたところで、ちゃんと線が接続しましたよということが、確認することができます。で、これが終わった後に、ようやっと、再びポリゴン化をしてあげます。で、これが比較なんですけれども、これが、こういうそういった処理をする前にポリゴン化した場合、こういった赤い線がたくさんあって、全然結局ちゃんとポリゴンとして分割されていなかったものが、今までのプロセスをやってあげると、まあ、そこそこくっつくようにちゃんとなりましたという感じです。ただ、こういったところで、真ん中に水路が通っていて、横にその崖があったりするようなところというのは、ちょっとデータの、拾い出しがうまくいってないので、まだうまくできてないところもあります。で、実際できているデータは今のところこんな感じですね。もうちょっとこれ、設定する値を追い込んでいけば、きれいにできるんじゃないかなというふうに思っております。ということで、簡単ですがまとめすると、オープンジャンプのいいところというところは、ベクターデータに強いところと、トポロジー処理が強いというところで、あと、速いです。これ、なぜかというと、多分、Java でメモリーの上で走らせてるから速いのかなと思っています。で、弱点、資料が少ない。日本語の資料がないには有も及ばず、休日なんかだと英語で読めばなんかいろんな資料が見つかるんですけど、結構英語なんかでの使用例なんかもちょっと少ないなという感じがします。で、ラスターデータは、どういうふうに扱えるか正直使ったことがないのかわかりません。あと、結局これメモリーの上で全部展開しているようなんです、作業しているようなんですけれども、逆に言うとこのメモリーがないと処理速度が多分遅くなるんだろうなということなので、デスクトップの結構いい機械にメモリーをガンと積んで、ガッと処理すると、いろんな作業が効率よくできるんじゃないかなと思います。ということで、ホスポジーのいいところっていうのは、一つのアプリじゃなくて、いろんなアプリを効率的に使い回すことによって、作業全体のワークフローを良くするということだと思うので、困った時には、オープンジャンプにぜひトライしていただければいいかなと思います。以上になります。はい、岩崎さんどうもありがとうございます。短い質問がある方は、特になければ、次の小池さんの発表に移りますけども。はい、では、どうもありがとうございました。では、続いては小池隆さんから、意外に簡単休日プラグイン開発という題で、20分間の発表です。それでは意外に簡単休日プラグイン開発として、小池より発表させていただきます。休日プラグインって書いてありますが、Python プラグインって Python を使って開発するプラグインのお話になります。で、タイトルに意外に簡単って書いたんですけど、本当に簡単でして、私はこのプラグイン作ってみようと思って、実際に作るまで出来上がるまで1日半でできてしまいまして、しかもプラグインの開発をしたのは今回初めてで、それどころか Python という言語すら今回初めてでして、まず最初ドットインストールで Python 入門来たら見て勉強するってとこから始めたんですけど、まあそれでも1日半ぐらいでプラグインができてしまったということで、まあ、結構簡単なんで、皆さんもぜひトライしていただければなと思って、もう今回発表させていただきました。で、なんでプラグイン開発を思い立ったのかなって言いますと、地理空間情報と LOD、リンクドオープンデータを組み合わせて何か面白いことできないかなっていうのを去年からちょっと私やってまして、で、このアプリ、簡単なウェブアプリなんですけど、Wikipedia っていうのを作ってまして、午前中、ここタイムってのがあったんですけど、もう全然関係ないです。で、これどんなものかなって言いますと、こうやって地図、現在地な、現在地の地図上のウィキペディアの記事っていったものをこう取ってきて表示するっていう、そういったものになってます。まずは現在地が出てきます。で、この技術使って、プラグイン作ろうかなと思ったんですけども、ちょっとここでリンクドオープンデータの技術ってちょっと簡単にご紹介しますと、リンクドオープンデータというのはウェブ上でデータを公開、共有する技術なんですけども、データ同士をつなげるところがポイントになっています。
でそのデータの表現ですけど、主語、述語、目的語といったテンプルといった形で表現してまして、緯度、経度を記述するための述語が用意されています。それが地を脱とか地を飲むがあるんですけども、そういったところを使ってそのリンクドオープンデータと、まあ、地理空間情報をつなげられるというのだと思います。で、この LOG 使っているサイトとしてデイビーペディアというのがありまして、まあ、そちらが結構有名なものになっています。でこちらのデイビーペディアジャパニーズというページなんですけれども、まあ、実際のページを見ますと、まあ、こんな感じで、でリソースの例で、まあ、例えばトロダオかカチマンズとかこう見ると、まあ、ウィキペディアだと大体こう文章でこうダーッと書いてあって、まあ、写真が載ってたりするんですけども、こういった形であのプロパティ、これは術語なんですけど、こういったプロパティとしてこういう値を持ってますよ。最初のこのアブストラクト、ちょっと字が小さくて読めないかもしれませんが、まあ、その説明の概要文ですとか、次のアドレス、住所ですとか、まあ、そういった形で、まあ、データとして、この記事の内容を持っている、まあ、それを返してくれるサイトになっています。で、こちらが、あの、スパークルエンドポイントというのがありまして、スパークルっていうのは、あの、LOD に対するクエリー言語でして、まあ、あのデータ、リレーショナルデータベースで SQL ってありますけれども、まあ、そういった感じで Sparkle という言語を使って API でアクセスすることができます。で、こちらのサイトですと、まあ、あの、Web のインターフェースで Sparkle を発行しますけれども、普通にプログラムからこの API をして、Sparkle 言語で問い合わせて、で、結果をこの JSON 形式で取得したり、まあ、そういったことができます。でこちらを利用して作ったのがペリアレイヤープラグインというものでして、指定した範囲内の事実に関する DB ペディアの情報を取ってきて、ベクターレイヤーを作るといったものになります。でこちらの今、横浜市の、ベクターレイヤーと、その後ろに国土地理の地キリンチルドも表示されているんですけども、これであの実際にプラグインを動かしてみます。で、ケビアレイヤー、デイビーペディアレイヤーを作成で、まずあのレイヤーを指定してみます。で、今横浜のレイヤーを指定して OK をしますと、まあ、このようにこの横浜市のレイヤーのこの区形領域の中にある、デイビーペディア、ウィキペディアの記事の一覧を取っていきます。こちらの属性テーブルを開きますと、記事のタイトルですとか、Wikipedia の URL、記事の URL ですとか、概要の説明といったものが取れています。こちらで今度、マップキャンバスの方を指定しますと、まあ、この全体に、ね、この全今あれ表示されているマップキャンバス全体のに含まれる記事の一覧を取っていきます。こちら775件あって、さっきの横浜市ですと476件になっています。で、これで何やってるのかって言いますと、例えばあの横浜市の区、まあ、18区あるんですけど、区ごとにウィキペディアの基地が何件ぐらいあるんだろうか調べてみますと、まあ、中区ですとか西区とか、まあ、海の近くですね、まあ、結構記事が多いんですけども、まあ、ちょっとその中心部から離れてると一つの区で2件しかないとか、まあ、そんなところがあることが分かったりですとか、あとあの大山街道っていう道があって、その街道沿いのウィキペディアの記事を書いていきましょうみたいなウィキペディア街道っていう、プロジェクトを私の方でやってるんですけども、まあ、それに関して関連して大山街道沿いにじゃあ今現状でどのぐらいどんな記事が書かれているのかといったものをこう調べたりとか、まあ、そんなことに使いました。でここからあの本題に入りまして、プラグイン開発のお話になります。でプラグイン開発に必要なものは、まあ、当然休日本体ですけども、あと Python の開発環境も必要です。あとこれはあの休日にバンドルされていまして、休日の Bin フォルダにパスを通すと、まあ、必要なコマンドとか使えます。また Windows の場合は OS 情報ダムのシェルを使えば、まあ、そのまま使えます。あと GUI を編集するために Qt の開発環境、Qt クリエイター、これちょっと別途ダウンロードとしてインストールする必要はあります。
あと非常に便利なプラグインとしてプラグインビルダーっていうのがありまして、まあ、これを使えばまあもうかなり、うん、作業が少なくなります。あとプラグインリローダーっていうのも後でご紹介しますが、これも便利です。あと Windows でとメイクコマンドを、まあ、GNU/Linux でインストールする必要があります。あと開発者向けの情報源として、まあ、このようにあの休日、非休日開発者用クックブックっていうのがありまして、こちら結構、よくできていて、だいたいこれ見ればその休日に関わるところはだいたいこれで解決すると思います。でプラグインを開発して公開するまでの流れですけれども、まずあのプラグインビルダーというプラグインを使うとウィザードとありまして、そのウィザードでプラグインのテンプレートを作っているわけです。でそのテンプレートに対して GUI の編集とか Python のプログラミングとかやって、最後メイクしてインストール。インストールはプラグインの有効化ですね。それはもうちゃんとローカルで動きます。プラグインを公開するためには、まあ、ZIP のパッケージ作ったりとか、プラグイン XML というファイルを作る必要があるんですけども、そちらは今回は、割愛させていただきます。でプラグインビルダーで作れるプラグインのテンプレート3種類ありまして、一つはこのダイアログボックスを表示するツールボタンウィズダイアログというテンプレートになります。でもう一つはこちらの下左下に出てますドッグウィジェットを使うようなプラグイン。でもう一つはプロセッシングプロバイダーで、まあ、あのアルゴリズムを使って、まあ、データを処理するようなもの。この3種類になります。で実際その作業するときはウィザードを使うんですけれども、まずウィザードを起動しますと、最初は基本情報の入力として、クラス名ですとかプラグイン名、まあ、そういったものを入力することになります。で次にプラグインの説明を記述するんですけども、それはあのプラグインの有効化とか、そういうときにこう説明文がこう出てきますので、まあ、そういったところの内容になります。まあ、こちらのとりあえず適当に何か入れておいて後で直すこともできますので、まあ、あんまり深く考えずどんどん次へ行っていきますも大丈夫です。で次はここはあの先ほど説明いたしましたその3種類のテンプレートをどれを使うかの選択になります。で今回はツールボタンにダイヤルというものを使います。であとはその時そのじゃあどのメニューの下にこのメニューを作るかというのと、あとメニューの項目名に何にするかといったものをここで指定します。でここはとりあえず英語で入れといて、後で日本語化することができます。キュートの国際化対応の記事、いろいろ仕組みがありまして、それを使うと簡単に、国際化ができますので、英語で入力しておきます。で次に出力の選択画面が出るんですけども、これはまあとりあえず全部指定しておきます。でこれはちょっと面倒くさいんですけど、あのプラグインの公開先っていうのを入力しなきゃいけなくて、しかもそれが必須になってます。ただここであの、まあ、ZIP の、 リポジトリとか入れるんですけども、まあ、この時点では特に存在してなくてもいいですし、まあ、適当に何でも文字列が入っていれば次へ押せますので、まあ、ここは適当にやっていけば大丈夫です。でその後あのファイルの出力先を選択するんですけども、こちら下に書いてあります、プラグインのフォルダーですね。休日のプラグインがインストールされるフォルダーを指定しておくと、まあ後で何かとその便利になります。で最後、このウィザードはその出力の確認画面を出すんですけども、これちょっと私気になったのは、フォルダーを勝手に作ってくれるんですけど、その時のフォルダーの名前がクラス名で作られます。プラグイン名でなくクラス名です。でちょっとここが引っかかるところかなと思います。で、ウィザードの実行しますと、このようにあのテンプレートを作ってくれるんですけども、で主なファイル、まあ、ツールボタン、ウィズ、ダイアログの場合ですけども、このようなメイクファイルですとか、アイコンのファイルですとか、いろいろ作ってくれるんですけども、ここであの編集、後で編集が必要になるのは2つだけです。まずモジュール名 .py ファイルで、これはあのプラグインが実行する処理を記述するファイル。でもう一つはモジュール名 dialogue.ui という調子のファイルなんですけども、こちらも Qt Creator というもので編集する GUI の定義ファイルになります。まあ、基本的にこの2つのファイルを編集すれば、もうプラグインができてしまう。まあ、そこまでこのプラグインビルダーの
がやってくれるというふうになります。でもう一つ別のファイルでメタデータドットテキストというファイルが作られるんですけども、こちらのウィザードで入力したメタ情報でして、まあ、ウィザードを実行するときに例えばこのプラグインの説明ですとか、まあ、いろいろ入力するのが大変なんですけど、まあ、適当に入力して、まあ、間違えちゃったときにアプリ直すこともできますし、まあ、ちゃんとウィザードで実行したときにちゃんと入っていれば特に編集する必要もない、そんなファイルになっています。で、GUI の編集ですけども、キュートクリエイター、まあ、こんな感じの画面でして、まあ、ビジュアルベーシックとか、まあ、そういったものを使ったことがある方だったら、まあ、簡単に GUI 編集できると思います。まあ、最初はこのように OK、キャンセルしかないんですけども、まあ、ここにこのような形で、ラジオボタンですとか、コンボボックス、そういったものを追加しました。まあ、ここでも、日本語を入力せずに英語にしておいて、後で日本語をします。で、機能の実装ですけども、はじめに Python のライブラリを使うためのインポートを追加しないといけません。主なものとしては、休日のフロアですか、休日の GUI、そういったものがありまして、あと今回JSON を使ってスパークエンドポイントに通信で問い合わせをしますので、通信のライブラリですとか JSON のライブラリ、そういったものもインポートしています。あと、キュートの GUI にアクセスするためのライブラリ、モジュールもインポートします。で、今回のダウンメソッドっていったところを編集しまして、実際の処理を実装するんですけども、変更する箇所はこの2箇所、赤い部分だけです。で、黒い部分、まあ、実際、その自動生成されたソースはもっと大きくて、たくさんメソッドもあるんですけども、このうちこのランメソッドっていうのはこのぐらいしかなくて、で、そこにこう2箇所、ダイアログを表示する前の初期化処理と、ダイアログで OK ボタンを押された時の処理、この2つを追加するだけで、もうプラグインができてしまいます。で、ダイアログの初期化処理としては、休日からレイヤーの一覧を取ってきて、そのレイヤーがベクターレイヤーかラスターレイヤーだったら、コンボボックスのリストに追加する、そんな感じの処理になります。で、OK ボタンを押された時の処理は、マップキャンバスからまたはレイヤーから選択された特定範囲を取ってきて、で、その特定範囲内の、ウィキペディア記事を取っていくためのスパークルクエリを発生して、で、クエリ発行して JSON で結果をもらって、で、ベクターレイヤーを作って、そこにそのフィーチャーとして情報を貼り付ける、そんな処理になります。こちらは処理、具体的な内容はこちらのブログの記事の方に書いてありますので、こちら参照していただければと思います。スパークルクエリってどんな感じなのっていうのでちょっとここに出してるんですけど、ちょっと、SQL ともまた違うし、ちょっと独特なものです。セレクトとかプレイヤーとか言ってるんで、なんとなく SQL っぽいんですけども、これに主語、述語、目的語って感じでこう並んでいるんですね。で、ここからここまでちょっと主語を省略してるんですけど、ここは最後セミコロンで終わると、主語は前のと同じで省略してますよって言ってるものになります。で、ここでその記事の名前ですとか、概略説明とか URL で移動経路みたいなのを取ってきて、で、ポイントとなるのはここのフィルタープでして、フィルタープで範囲を指定して、その範囲内にあるものだけを取っていく、それらのクエリになっています。で、あとベクターレイヤーと地図の追加ですけども、これに休日の API を使ってベクターレイヤーを作ってマップに追加して、で、属性を追加して、その属性がネーム URL を使ったんですけども、で、あとは JSON でもらったデータから一つずつ取り出してフィーチャーとしてそれをレイヤーに追加していく。その時に GL の業務時を設定して、アトリビュートを設定していく。そんな感じのプログラムになります。あと、Qt による国際化対応ですけども、こちらのコマンドがありまして、このコマンドは休日入れると実はもうすぐ使えるようになってまして、ソースファイルから翻訳しなきゃいけない文字列を抽出してくれるコマンドと、あとこのような GUI で、その抽出された文字列に対する日本語を編集するといったことができます。
で、この GUI で作ったファイル、今度このもう一つコマンド実行すると .qm というファイルができるんですけども、これをもう一緒にそのプログラムとしにくっつけることによって、まあ、自動的に日本語環境だったら日本語になる、そのようなことができます。で、ここまで終わったらもうあとメイクをかけるだけなんですけど、メイクはまあ基本的には1回だけで大丈夫です。プログラムを変えてもその都度メイクする必要はなくて、というのはこの resources.py というファイルを作るために必ず1から必要になります。あとはこの中ってあのアイコンのページが入ってまして、もしこのアイコンの中身を変えた場合にはもう1回メイクにしてメイクしないといけない。であとはこの辺に有効化してやるんですけど、プログラムを変えたとき、プラグインリローダーというのを使いますと、プラグインの修正した後に90度再起動しなくてもすぐに反映されるメリットがあります。で、最後まとめになりますけども、プラグインリローダーを使うと、かなりその開発が楽になります。で、Python のライブラリというのは豊富にありますので、あと情報も充実しています。まあ、ぜひ皆さん、プラグインを作って、まあ、公開していただければなと思います。で、今回紹介しましたプラグイン、このようにプラグインのリポジトリと、あとソースコードの方も GitHub の方で公開しておりますので、まあ、ぜひ使っていただければなと思います。私からは以上になります。どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございます。最後、ワークポイントで質問がある方は、よろしいですか？すみません、確認程度なんですけど、プログラム、開発してるときに後で日本語にするって言ってたじゃないですか、ダイアログとか。あれはあの場で日本語が入れられないからなのか、入れられるんだけれども後でいいやということなのか、どちらなんですか？入れられます。ただまあやっぱ国際化対応してた方がいいんで、であと国際化対応も簡単にできますので、普通使ってなんで英語で入れておいて後で日本語にした方がいいかな。はい、じゃあどうも小池さんありがとうございました。ありがとうございます。はい、それでは続きまして、次は杉浦さんから即時経路探索による複数に同時調査の支援システムの開発、ちょっとタイトル長いんですけど、はい、20分間、今から12時30分までの発表です。杉浦さん、準備ができたら始めていただきます。お願いします。では、即時経路探索、による現地調査支援システムの開発というタイトルで杉浦が発表したいと思います。自然環境分野において現地調査というのは現地のデータを取ってくるための重要な手段の一つです。で、その現地調査を効率的に進めるためには、機械と調査者の協調が必要でして、それを実現するためのシステムを構築しているところです。で、今その要件の整理等を進めております。で、本発表はその、途中経過のご報告という位置づけでさせていただきたいと思います。で、手前にそうなんですけども、杉浦ほか2011では、即時性のある現地調査支援システムを開発しました。で、現地に赴いたこの現地に赴いた調査者が各自端末を持ちまして、でインターネットの回線を通してサーバーに接続しつつ、現地のデータをどんどんこちらのサーバーの方に蓄積していきます。で、その蓄積されたタイミングで、じゃあその各調査者に対して次はどこの地点に行ったらいいかということをそのレスポンスとして返しております。で、
インターネットの回線を通して、次はどこに行ったらいいかということをサーバーが教えてくれます。で、その時に、そこに至るまでの経路も合わせて通知してくれます。で、こちら、そういうものを作ったものをすでに発表しております。で、実際に、使っている、現場の風景と、V というか、ユーザーインターフェースの例を示しています。で、ノート PC を、実際に持ち出しまして、で、カバンの中にモバイルバイマックスを忍ばせてあります。で、ここから、インターネットを通してサーバーにアクセスしています。で、こちらのブラウザーを開きます と、地図と、あと下の方に、実はいろんな、データを登録するための欄が用意されてまして、まあ、その画面に従って順次データを登録していきます。で、ここまでお話しすると、すでにじゃあシステムができているんじゃないかというふうに思われる方がたくさんおられると思うんですけども、まあ、そういうプロトタイプは一事例としてはあります。しかし、3つの点で少し、話を進めてみたいと思って、新しいシステムを作っています。で、即時のデータ共有というところは、まあ、すでに実現していますが、アルゴリズムについて現場の進捗状況を見て人が判断する余地をシステムに残す方針と今回はしました。で、3番目としましてプラスアルファのことでシステムの導入用意性保守性というところについて再度検討を進めています。例えばデータの準備についてもう少し簡単になるのかとか、システムの構築の手間をもう少し簡便にできないか、あるいは必要な機能の実装は、どういったものになるかということを再度検討しました。で、次は2011では、データやシステムを全部自前で用意するということが前提だったので、もう少し手軽に、導入補修できるように再構築してみようというところが今回のプラスアルファの点です。で、即時のデータ共有に関してなんですけど、これは変更はありません。クライアントサーバーシステムを引き続き採用しまして、即時にデータ共有は、サーバーサイドで行って、クライアントはネットワークを通してデータにアクセスするというふうにしています。で、アルゴリズムの件なんですけども、そこは次の調査地点というのが、前回では最適解を求めるというところに、重きを置いておりましたが、今回は最終決定は調査者が決めるというふうに方針を変えました。で、調査地点はサーバーが決定するのではなくて、実際には5つ候補を示すんですが、5つ候補を示すというところに留めてまいります。あと導入の容易性、保守性というところなんですけども、 API 等の活用を進めまして、公開サービスで使えるものはどんどん取り入れようというふうに方針を変更しました。で、開発時間の短縮と、あと何かがあったときに、お手入れが簡単にできるように保守性の補助を図りました。で、そのプロトタイプのシステムのユーザーの関係を図に示したものがこちらです。で、調査者はやはり、端末を現場に持ち出します。で、ネットワークを通しまして調査結果を登録します。で、データはデータベースの中に調査結果を蓄積していきまして、共有を即時で図ります。で、調査者の、要求に応じて次の調査地点の候補の問い合わせが、こちらのサーバーから、経路案内の API 公開サービスの方に投げられまして、その結果が調査者の方に通知されます。こういうふうな流れに。で、実際に作ったものを、トップページといいますか、画面をお示ししています。で、地図が真ん中にドーンとありまして、赤い点や青い点でこの調査地点がプロットされています。で、地図の上の方にですね、各種ボタンやリンク等が配置されてまして、操作をここで行います。それから右上の方には、自分が表示したい場所に素早く移動できるように、ここに住所を入れますと、ここのこちらの地図がポンとそちらに飛ぶというふうに仕掛けてあります。あと地図の中身の方で、
左上には拡大縮小あるいは背景図等の切り替えのボタンが配置されていますし、あと中心座標とおよその縮尺は左下に表示されています。あと背景図のライセンス表示は忘れずに右下に表示しております。で調査地点をクリックしますとよくある感じでポップアップされまして、調査地点に紐付けられている属性が一覧できるようになっています。それから、ある調査地点から近くの5地点までの経路を青い線で表示されるように、Map Quest API というものを利用させていただいています。で調査地点を指定してで経路探索というボタンを押しますと5つの地点が自動的に選ばれまして、そこに至るまでの経路がこういうふうに青い線で表示されます。で実際に動くものをご覧に入れたいと思います。こういうものがございます。で、実際にですね、今東京が表示されているんですけども、まあ、何も日本国内に限った話ではなくて全世界で使えますので、せっかくなので台湾のデータをちょっとサンプル的に使ってみたいと思います。ユーザーじゃなくて IDと調査地点の ID とラットロンをこうやってカンマで切って、でそのテキストをですねこうコピーしまして、で、調査地点の追加というボタンを押します。今から、追加しようとしているのはこの辺りですので、ちょっと見てみてください。ちょっとそこに注目してみてこんな風に貼り付けまして、登録ってボタンを押しますと、こんな感じでポイントが追加されます。わ、よいしょ。すみません、ちょっとバランスがないので、一生懸命プラスボタン、こんな感じですね。でクリックしますとこんな風に、ちょっと写真を登録する機構をまだ作ってないのでこういう風になっちゃいますけど、こんな風に登録されます。で実際にですね、調査を始めるときに、じゃあ例えばこの今203番が表示されてますので、203番これから調査しますよっていう風に、他のメンバーに知らせるためにまず予約っていう操作をします。で203番を選びまして、予約、まあ、ここ予約解除と言いますけど、予約って選んで実行しますと、まあ、こんな風に色が変わります。赤とか、緑とかあと紫っていうのがあるんですけど、まあ、こんな風に未調査のものが赤、調査済みが緑で、予約済みが緑、調査済みが紫で表示されます。でこうしておくと他の人がここで予約されてるんだから調査しないでおこうっていうふうに分かるので、こんなふうにしています。でテクテク歩いていってここで調査をしまして、例えば調査結果何でもいいんですけども、こんなふうに203番ですね、203番をこうやって選んで調査結果を登録しますと、こんな風に色が変わりまして調査済み、中を回すと調査結果がちゃんと入っています。で、じゃあ調査終わったから次どこ行こうかというときに、経路の探索を行います。で、203番からの経路はどこがあるかなということを検索しますと、こんな風に、A が今いる場所で B が周りにある5地点です。で例えば 南側からグループが来ているとか、そういう事前の情報があれば、じゃあ先に下に行っとこうかなということで、例えばこういうところを選びます。ちょっと、このままだと、選べないので、 B 地点ちょっとぼかしておいて、
よいしょ。こんなの。で、ここは201番なので、じゃあ201番に行きましょうということで、予約をまた再度201番についてもらいます。で、そうすると、他の人から先に取られないで済みますので、まあ、こんなふうにして、予約してから、そこに移動して調査を進めるというふうにしています。まあ、これを繰り返していきます。であと、属性テーブルの一覧ということもできまして、このリンクを押しますと、登録されている、調査地点の属性がこんなふうに一覧になっています。で、実はここで削除することもできまして、やるかいらなかったというときに、こんなの206番、207番、これはいらないから消しちゃおうということもできます。選んでおいて、調査業の削除ボタンを押しますと、もう一度属性テーブルを開きますと、このように、206、207は消えるということになります。まあ、こんな、一連の作業がこのページ上でできています。で、中身のシステムのお話に、進みたいと思います。まあ、この、クライアントとサーバーに分かれていまして、クライアントの方にはウェブブラウザーが、まあ、標準的なので強いので、ウェブブラウザーが一つ必要です。で、サーバーの方では、OS は Ubuntu を使っています。で、その Ubuntu の上に必要なソフトウェアですとか環境を構築していきます。で、データを蓄積するためには PostgreSQL を使用しておりまして、ジオメトリーを使うので、扱うので、PostGIS を合わせてインストールしています。で、データ蓄積テーブルから、調査地点の色経路を引っ張ってきまして、それをリーフレットをの環境を使って、IK 図の上に調査地点をプロットしています。で、同じくテーブルから、色経路等の必要な情報を引っ張り出しまして、ルートの問い合わせをして、MapQuest の API を投げまして、経路のデータをリーフレットの方に投げて、その上に重ねるということをしております。で、テーブルなんですけども、至ってシンプルで、2つしかテーブルを使っていません。で、1つは位置情報を蓄積するためのテーブル。で、もう1つは調査地点の属性情報を蓄積するためのテーブル。で、両者は ID で結んであります。で、どうしてこういうことができるかっていうと、経路探索は MapQuest の API に任せていますので、自前で道路データですとか、ノードのデータを用意する必要がありませんので、調査地点のに関するものだけ用意しておけば、あとは、他のサービスで代用できるという、実現できるというところが強みです。あと、PostGIS を使っているので、調査地点の表現はポイントだけじゃなくて、おそらくポリラインやポリゴンを使用することが可能なんじゃないかと思っているんですが、まだ実装はしていません。そのうちどこになります。あと、今後の展開なんですけども、まあ、いろいろやりたいなっていうことがありまして、あと、思いついたことは随時追加していきます。まあ、ぼちぼち、このシステムを増強していくのかなと思っております。以上です。はい。ありがとうございます。何か質問がありましたら、あと2分ほどございます。はい。まず、では、伊藤さんから。東京大学、伊藤です。この手のツールって、例えば、環境調査に使ったりとか、不動産の調査に使ったりとか、さまざまな目的があると思うんですけど、どのくらいの部分が汎用的に作れて、どのくらいの部分がそのアプリケーションというか、目的に特化して作らなきゃいけないのか。作ってた肌感覚でどれくらいのものなのかなっていう感覚があれば教えてください。今のところですね、属性情報が、仮にリザルト1、2、3というふうに入っているだけでして、ここですね、ここは今のところ固定されています。ただ、テーブルを分けて、でリザルト1、2、3だけじゃなくてユーザーが自由に設定できるようにこれからしようと考えています。でその分野にこだわらずに、どこでも使えるようにこれから仕上げていきたいというふうに現時点では3つしか入りません。はい、
トレンドの田口と申します。これ経路探索というか次の地点の候補って確認ですけれども、現在いるところから近いところ上から5番目ということでいいんですか？そうですね、はい、近いっていうところが測量的に、はい、正確かというとそうではなくて、それは簡易な、はい、簡易な方へ、質問はその近いところから5番目というクエリまでマップクエストだけで処理できますかというのが質問だったんですけど、そこは自前で近くの候補地点のリストは、手元で調査地点の緯度経度は分かっていますので、はい、その緯度経度を1個ずつ調べて、で最も近いものを5つをまず計算します。でそこで改めてマップクエストに投げていますので、5回クエリというのが出来合い、じゃあその直線距離かな、簡単な気持ちで、そうですそうです。分かりました、ありがとうございます。やっぱり岡野川です。マップクエストの API なんですけども、今日本と台湾の事例出ましたけど、もう世界中で使えるようになってるんですか？全部検証はしてないんですけども、はい、少なくともアメリカと日本と台湾では使えるということが、はい、ありがとうございます。他にはございます。はい、それでは、杉浦さんの発表をこれで終わります。どうもありがとうございました。さて、この後ですね、10分間の休憩で次に2時40分からスタートします。時間通りの進行で行いますので、皆さんご協力をよろしくお願いします。